葉山清聖太郎は、幕末から明治時代にかけての北海道開拓者。現在の札幌市北区のろの海祖である。1817年、岩木国白川郡舞村の農家の産卵に生まれる。しかし家業を嫌って、各地を転々としていた。1852年、まさ藩福山城修復に参加。そのまま、蝦夷地に残り、星置きの沢で伐採材の下請けをする。 1857年、幕府の役人の勧めで、琴とにに移り、ケネウシベツ川付近に入植した。水田を開いて収穫した玄米7章を献上した。またこの頃、石狩役所の荒井金助に見込まれて、シノロの開拓を依頼される。自らも、シノロの将来性に着目した葉山は、1859年10月に、入植予定地の木を伐採し、 1860年に入植を開始する。当初は稲作も順調だったが、1866年の水害で種もみを流され、それ以上の米作りを断念した。荒井金助の死や明治維新など波乱が相次ぐ中、葉山は現地の開拓に注力した。新政府の開拓士から使い手の平に任じられ、島吉武方岩の下で、 札幌神社の立地の選定や、道路の建設、稼働の造成などに率先して働いた。島は、北海道気候倉庫にて、葉山塾地棒地下山川派足が北道主人なりと、その能力を激賞している。1871年、篠路村の名主に就任する。教育所を建設し、元村街道を自費で改作、篠路川の掘削と拡張を行うなど、 数々の業績を打ち立てる。1881年、中山急造、水原虎造と並ぶ開拓率先の三王として、北海道行行に訪れた明治天皇に拝越する。左大臣からのねぎらいの言葉に感類したという。同1881年には、カバト州時間が開設されているが、当別までの道路を開こうと苦労しているうち、三度目の、 測量調査時に、葉山が現れて、協力を申し出、これが25本目の道路改作と語った。葉山が笹やぶをかき分けて進む速さは、獲物を狙う熊のようだったという。また、終時間課長から、道路の距離の見積もりを問われて、6里5町50件と回答し、完成時に測量したところほぼ正確で、周囲を驚かせた。1九百七年八月一日。 91歳で、おした。葉山聖太郎の墓は、札幌市北区篠路の龍雲寺境内に、荒井金助の墓と並んで建てられている。また、葉山が植えた木は、北区歴史と文化の88線のナンバー75、葉山家の赤松に選定されている。ありがとうございます。